これじゃ手が出せねえ。このジジイの首をへし折るよ。早くその銃捨てなってねえ。おいじいさん、待ってろよ。必ず助けてやっからな。わしのことはいい。それよりどうかこの町を守ってくだされ。何しやがるこのクソ野郎。クソ野郎とは失礼だね。僕は京王軍ナンバー2のタルーガ、君たちの新しい支配者の一人となる男さ。口の聞き方には気をつけなよ。支配者だと？貴様らのようなやつに誰が。今までの襲撃を退けたからって僕たちを舐めてもらっては困る。残念だがこれまでのお遊びはもう終わりだ。今日こそこの町もろとも京軍がいただくよ。やめろ。そのじいさんはただの住人だ。だから言ってるじゃない。このおじいさん助けたいならその銃捨てなってさ。さあどうする。次は首だよ。わかった。かっこいい。さすが正義の味方、エデンの衛兵隊長様だね。さあ約束は守った。じいさんを解放しろ。いいよ。じいさん大丈夫か。大丈夫じゃ。ありがとう。ああごめんごめん、頭に穴開けるつもりだったのに外れちゃった。怪我してるとはいえちょっと動きが遅すぎるんじゃない。衛兵隊長さん。悪ふざけもほどほどにしろ。誰だあんたは。この町で人探しをしているもんだ。ケンシロウ。人探し。少しは骨のありそうなのがいるじゃないか。やめておけ。ああ。これ以上お前らと戦う気はない。え？何言ってんの？僕たちに盾ついた以上、君の死刑は確定なんだよ。今さら許してくれと言っても、もう手遅れだね。よく喋るゴミだ。なんだと？ここは町の入り口だ。これ以上生ゴミで散らかしたくはない。面白い。ではこの人数を相手にどこまでやれるか見せてもらおうじゃないか。行けよお前ら、やつをやつ咲きにしろ。Huh!
なるほどね。面白い剣を使うじゃない。なんていう剣なの？北斗神拳。知らないな。ならばとくと味わってから死ね。死ぬのはお前だよ。自分がどれだけ運のない人間か思い知るがいい。僕の強さを見せてあげるよ。避けられるかな。クソ、避けられるかな。避けられるかな。北斗、百裂拳。僕の動きが見えないでしょ。ほらほら、撃っちゃうよ。よっ、避けられるかな。うん、死ねえ。
どうやら運がなかったのはお前だったようだな。な、だと？貴様は最初からジョーカーを引いていた。ジャグレ、しっかりして。ジャグレ、急いで診療所に運びましょう。あそこなら治療が施せます。わかった。